皆さんこんばんは、うぐえだです。この間の ASMR が意外と好評でしたので、はい、2回目の ASMR になります。今回はもうちょっと ASMR、うん、ASMR っぽく ASMR 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 としてデビューさせていただきます。本格的な、うん、本格的な海ぶどう、そうですね、挑戦させていただこうかなと思っております。ここに入れますけども、音なんかするんですかこれ。はい、音はしない。いただきます。ポミポミ、なんか生きてるんやないかみたいな。おいしい。思ったより、うん、おいしい、うん、そうやな。私も欲張り坊主でいきますから。やっぱいっぱい入れると、うん、プチですね、より。今回は銀座の、あのアンテナショップがあるらしくて、沖縄のそちらで、でですね、そちらのアンテナショップでですね、今回のマネージャーさんがそちらまで行って買ってきてくれたんですけれども、うん、飲み物も、うん、買ってくれたらしくて、こちら琉球コーラハードパークらしい。ハードスパーク、あ、これイエスだ。だから京丹さん、ね、なんかわかんない、初めて見たんですけど、沖縄だと主流なのかわかんないけど、なんか違うんですかね、味がね。コーラです。こちらがですね、比嘉製茶の茶葉使用、うん、ゴーヤ茶、初めて見ました。苦いのかな。こちら厳選したゴーヤを使用しているらしくてですね、うん、ゴーヤ本来の苦味をすっきりと仕上げましたと書いてありまして、うん、ゴーヤ食べれる、うん、私ちょっと苦手かもしれない。じゃあチャレンジだ、うん、コーラから飲む。はい、ではコーラ飲みたくない、なんか、うん、メーカー。じゃあこちらが静かにしてください。本当によろしくお願いします。コーラの、そ、コーラ注ぐぞっていうことで。
すごいお菓子っぽい甘いコーラ。紅茶も気になりますね。はい、それさ、京丹さんっていう割に全然だよね。全然だった。っていつもそうなんです。いつも匂い嗅ぐときに普通に鼻つけるんです。今こうなった。見えないじゃんここって、うん、でもさ普通に考えてわかるやんみたいなみたいな。一口がね、一緒に飲まない？いやだ。いいよ。バカ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 。ASMR だ。って言ってたの。マイクここだって言ってたね。入れるやん。乾杯しよう。え、全然入れてないじゃん。だから一口だけやったじゃん。乾杯しよう。乾杯。乾杯。乾杯。あ、でもいい音。叩いてみて。後味がちょっとゴーヤ。やめぴ。なんでやねん言うて。なんでやねんの説明の前に一回食べさせて。伸びない。なんで買ったかっていうと海ぶどうだけだとちょっとつまんないのかなって最初思って、でも全然いいのか思い浮かばなくて、そう王道なチーズとかがいいかなと思って買ってきたんですけど、やっぱり海ぶどうとチーズとくって意味わからないなと思って海ぶどうだけにしたんですけど、やっぱ食べたいなと思って出しちゃいました。本当はねポッピングボバっていうのをね買って一緒に食べたらプチプチ同士いいんじゃないかなって思ったんですけど、うん、なんかあれあんまり音しない。そうなんだよね。ですよ、うん、でもこれ今まあムクがやってくれましたけど、こうプチってなるとちょっと、うんね、海水じゃないけど、うん、ちょっとしょっぱい汁が出てくるんですけど、うん、でも要するに、うん、日本のポッピングボバやな、海の、うん、ポッピングボバやなって感じですかね、うん、それでは最後に大量に食べて、はいね、終わりたいと思います。塩分大量摂取で死ぬのか、死ぬのやな、死ぬのまた一興やな。
行きます。せーの、日本のポッピングババと韓国のチーズのドッグでやらせていただきました。あのこれもね、再生が回ったらまたASMR 出そうかなと思います。なんでうちらの ASMR が回ったのかよくわかりませんが嬉しいです。あざ